核融合化学研究所の、稲と申します。今日はプラズマの謎に迫るという、題名で、お話したいと思います。さてですね、よく何とかの謎に迫るっていうのはよくあって、宇宙の、謎とかですね、何とかの謎っていうのはあるんですが、ちょっと副題をつけましてですね、なぜの謎からいつの謎という、まあ、これは今日のお話の、メインテーマで、これについて、まあ、お話していきたいと思います。まず、先ほどの、所長の声もありましたけれども、高温のプラズマを作るために、まあ、こういった磁場を使ってプラズマを閉じ込めてるっていう話があるんですね。まあ、ここは先ほどの、羊の1匹の羊しか書いてないというかですね、1個の粒子で考えると、このようにこの環状の磁場を作るとプラズマっていうのは閉じ込まるんですけれども、まあ、実際は、集団で動きますので、まあ、先ほどの、講演にもありましたように、複雑な、まあ、磁力線のカゴと呼ばれ、我々呼んでますけれども、こういったねじれた形の、磁場を使って、まあ、プラズマを取り込む。で、まあ、最初にですね、どんな、このプラズマなのかっていうことを、まあ、ちょっと簡単にご説明するためにですね、ですね、ちょっとなかなか次のページに行かないみたいですが、まず一番左上に、お見せしてますのが、こういったねじれたプラズマを作るための、まあ、コイルとですね、それからこれ中に入ったプラズマで、このねじれた形のものがあります。で、下の方は、その写真で、LHD っていう装置ですね、僕はヘリカルという装置を、まあ、上から見た装置で、かなり大きな装置なんですけれども、この中で何をやってるかっていうとですね、まあ一言で言うと、温度の高い、まあ、プラズマをどうやったらできるかなっていうことで、温度の高いプラズマを作っております。で、まあ、今のところですね、かなり高い温度、高いってどれぐらいなのっていうとですね、大体1億度ぐらいの温度になりますけれども、1億度ぐらいの温度のプラズマを作ることが、まあ、できるようになってます。で、じゃあ今度次が何を研究してるのっていうことですね。で、最初に言いましたように、何を研究してるかっていうのは、まあ、謎を解いてるわけなんですけれども、その時の謎っていうとですね、例えば、なぜの謎といつの謎って、まあ、これちょっと私が考えた言葉なんですけれども、よく言うなぜっていうのはですね、要因ですね。それの原因は何なのっていうふうなことをよく、聞かれますけれども、その原因というか、まあ、それを要因と言います。ところがですね、このいつの謎っていうのは、なかなか難しい謎でですね、こういったいろんな現象がこう抑制されてるっていう場合が多くて、で、抑制が効かなかったことが、まあ、トリガーとなって、起こるということですね。で、よく怒りのコントロールとか言ってですね、人間怒るのをどうやって抑えたらいいかって言ったときに、なぜ怒るかっていうのは、実は簡単なんですよね。文句言われたからとか、自分にその気に食わないこと言われたとか、まあ、よくある、煽り運転とかでも、追い抜かれたからとかね。非常にこう、怒りの原因っていうのは実は簡単なんですよね。問題は、追い抜かれたからって言って、すぐに怒り出す人は、どちらかというと少なくて、大半の人は、まあ、その怒りを抑えることが、何らかの形で、だけども、やはり抑えられない人もいて、抑えが効かなくなったっていうのが、実はこう本質的であると。で、抑えが効かなくなると、何か現象が起こるということで、実はそのなぜの謎っていうのよりも、いつの謎の方が、まあ、奥が深いという話を今日したいと思います。まあ、今日の話はですね、遷移現象とか突発現象と呼ばれるものですが、まあ、遷移現象って何かっていうと、例えばプラズマの温度が急に下がるとか、流れが急に止まるとか、また渦が、先ほどあった渦ですね、そういったものの侵入が止まるとか、まあ、急にプラズマが混ざる。突発現象はプラズマの一部が崩壊してしまう。
そういったものが挙げられます。で、まあ、具体的に、その例ちょっと示しますが、例えばですね、プラズマの温度が急に下がるというのからお見せします。これですね、左の方と右の方、これプラズマの、温度で、プラズマっていうのは、プラズマの中心部分ですね、この中心部分の温度が高くて、周辺部分が低くて、まあ、分布書くとですね、こういったこう温度分布をしているわけですけれども、これは、その中心の温度の高い部分がこう山のようになってますけれども、この中心部の山がですね、なんか突然、崩れたように、このように、まあ、山が低くなってしまうと、まあ、これ急に温度が下がるといった現象なんですけれども、でこの時にですね、まあ、先ほどの講演にもありましたように、プラズマの流れっていうのが渦が関係してて、この左も右もこれプラズマの中っていうのは必ずこういった渦があるんですけれども、この右と左の違いはですね、右の左の方はこう層流と我々呼んでるんですが、こうくるーっと一周回るような、これでいくとここから回ってずっと回ってここを通るようなですね、こういった大きな流れになっているんですね。でそれに比べてこの周りの部分はちっちゃい渦ですね、まあ、かき回した時にできるようなスプーンでなんかかき回した時のような感じの渦ができています。でこういったちっちゃい渦ができていると、この温度がまあ急に下がるということで、これは中心部分の渦の形がですね、こういった、大きな渦だったのが、こうちっちゃい渦に変わっちゃったと、まあ、これなぜ変わるのかっていうのがまた面白いんですけれども、こういうことで、急に温度が下がってしまう。で実はですね、これがですね、お鍋で実験できる、私、キッチンフィジックス、いわゆる台所の実験っていうのを呼んでるんですが、それをちょっとお見せしたいと思います。ですね、これが、ですね、これは左の、図は普通に鍋に水入れて下から温めてるだけなんですが、で右の方はですね、こうやってスプーンでゴッ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 とこうかき混ぜてる場合です。で、まあ、どういうふうな水の流れがあるかっていうのを、見ていただくために、これは食紅っていう色のついた、ものをですね、水の中に入れてるんですが、かき混ぜた場合っていうのはですね、これくる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 回ってるんですが、これ外と内側ですね、こう分離されてるっていうのが分かると思います。外側に赤があって中側が緑なんですけども、こういうふうに水の流れっていうのがですね、いわゆる外側と内側でこう分離されたような形になる。でそれに対してですね、普通に加熱するとどうなるかっていうと、本当にこうかき混ざってる感じですね、今だん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 こう混ざってきましたけれども、まあ、まさにこれちっちゃい渦がいっぱいできて、かき混ざって、でこちらはですね、まあ、これ全体が大きなこう渦というか流れを作っている。で実は温度を測ると面白いことが分かりましてですね、こちらの方は、まあ温めていくところに温度が5度ぐらい上がるんですが、このようにかき混ぜるとですね、中心だけがこう非常に温度が高く上がると、かき混ぜるとですね、実は中心の温度が周辺に比べて上がるで、かき混ぜた方がお湯は早く沸くとかっていう話があってですね、まあ、実際かき混ぜた方が早く沸くんですが、中心が上がります。で面白いのはですね、中心こう上がってるんですが、この辺でこう突如下がるんですよね。だからこういうのは実は、家庭のこのお鍋の水を回していって、ここだんだん回転が遅くなるからなんですけれども、あるところでポンとこう、まあ、温度が下がっちゃう。でこれもですね、まあ、温度が下がる原因っていうのは回転が遅くなったからだっていうことで分かるっちゃ分かるんですけど、じゃあいつ起こるのっていうと、なかなか、これが今この瞬間起こってますけど、いつ上がるかっていうのは難しいという現象の一つです。でですね、今度はプラズマの流れが止まるっていうお話をしたいと思います。これはですね、プラズマは、先ほどお見せしましたようなねじれた形をしてるんですけども、このねじれをちょっとこう変えてあげるんですね。ねじれ変えるっていうのは、まあ、ねじれを緩くするっていう、こういう、強くねじれた状態から弱いねじれた状態に
変えるとですね、この中の磁場っていうのが、きれいな磁場だったのがこう乱れた磁場に変わります。で、そのようにですね、中の磁場が変わると何が起こるかっていうと、プラズマの流れですね、このようにプラズマのが流れていたものが、まあ、急にその流れが止まってしまうということで、プラズマの、まあ、流れっていうものもですね、まあ、ある意味こう突然止まるという、現象があります。で、これがですね、実際の実験のデータなんですけど、まあ、ちょっと赤のところだけ見ていただくと、プラズマがこう、40km、これはキロメーターパーセカンドですけども、40km パーセカンド、だからかなり速いスピードですけれども、で、回っていたものが、突然、止まってしまうというふうな現象が観測されます。で、こういうのもですね、プラズマの流れが突然止まるという一つの遷移現象として観測されています。それからですね、今度またプラズマが急に混ざり合うというふうな現象もあります。これはですね、まあ、プラズマは、現在その純水素と軽水素という、まあ、これ水素の同位体と呼ばれるもので、まあ、陽子と中性子がですね、くっついたものが、まあ、重水素と呼ばれるものですけれども、重水素と水素を混ぜて、まあ、核融合というのは燃料がですね、2種類の、水素の同位体を混ぜてやるようなのが核融合です。それでこの水素と重水素が混ざり合っている方が実は都合がいいんですけれども、こういうのがどう混ざり合うかという研究を行います。で、混ざり合うというのはどういう意味かというとですね、例えばこれはコーヒーシロップをですね、ミルクに入れたいなんですけれども、例えばこう真ん中にだけにこうコーヒーシロップを入れますよね。で、そうすると真ん中にコーヒーシロップがいて、周りにこうミルクがあると。まあ、これ、まあ、ほっとくとですね、だん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 いずれは全体がこう混じり合って、カフェオレ状態って呼んでるんですけれども、こういったカフェオレの状態になると。だけれども、その突然っていうのはですね、こう、コーヒーの場合ですと、ここでちょっと人間がこうスプーンかなんかでこうかき混ぜてあげると、あ、ごめんなさい、この状態からこの状態にこう変わっていくんですが、まあ、プラズマの場合はですね、中のできたその渦が変化することで、まあ、突然、この左の状態から、右の状態にまあ変化してしまうと。で、そういうのが突然混ざり合うという現象です。で、具体的にはですね、これはまあ実験のデータになるんですけれども、この赤で書いたのが水素で、青で書いたのが水素の量っていう、まあ、これをプラズマの中で測っているわけですけれども、これを見ると重水素が周辺にこう、たくさんあって、水素がプラズマの中心にたくさんあるような分布になっています。これ比率で書くとですね、中心部分はだいたい1対1ぐらいですけど、周辺に行くと、重水素の方がはるかに多いという、こういうような状態になっている。で、これもですね、中の乱流状態というか、中の状態が変わると、この左から右なんですけども、重水素が多かったという状態から、重水素と水素がですね、まあ、ほとんど割合が一緒になる、まあ、均一になっちゃうということで、先ほど の絵で見せますと、まあ、カフェオレ状態になったという現象が見られています。で、こういった突然、プラズマがこう変わるっていう、まあ、そういうのをですね、まあ、遷移現象と呼んでいます。で、まあ、遷移現象っていうのはですね、まあ、いつ起こるかっていうのはなかなか難しくて、その辺が研究の一つのトピックスとなっています。で、次にですね、この乱流の侵入が止まるっていう話をちょっとしたいと思います。で、プラズマの中には乱れてた渦、ちっちゃい渦っていうのがたくさんあるんですが、その実験はですね、実はアメリカのサンディエゴにある研究所にで、研究してですね、まあ、その時の研究成果をちょっとお知らせ、お話したいと思うんですけども、まあ、これ地図で見ると、まあ、ここですね、三陸というのは西海岸ですね。
これを言ったのはですね、もうコロナになるだいぶ前なんで、今ですとなかなかこういう実験しに、わざわざアメリカまで行くっていうのがもうなんか簡単にはできない時代になってしまいましたけれども、当時はですね、日本とアメリカ結構行き来して、こういう実験をやっておりました。それでですね、これが向こうの研究者のトッド・エヴァンスさんという人で、この人と、一緒にいろいろやってたんですけれども、この装置を使った実験結果になります。でどういう実験だったかというとですね、プラズマの中でこう調べるんですけれども、中の状態を見るのにですね、どうやってプラズマの中の状態を見るかというので、よく鉄道とかでもですね、ハンマーかなんかでコンコンとこう叩いて音を聞いて、いや中にひび割れがあるとかないとかっていう、そういうのをやりますけれども、打音検査っていうのが、よく、使われてますけれども、ここへプラズマのによる打音検査っていうふうなのをやりました。で、プラズマの場合はですね、このなんかハンマーかなんかでプラズマを叩くっていうわけにもいけませんので、実際にはこの電磁パルスっていう、プラズマを、加熱するための電磁波をこう中に入れてですね、ただその中に入れるときにこうオンオフオンオフみたいな感じですね。ですから打音検査みたいにトン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 とこう何回か叩きますけど、それと同じような感じでオンオフを繰り返したパルスを入れて、それで中の状態を調べるという、そういった研究です。で実は私、バックカントリースキーをが趣味なんですけれども、ここでですね、なんか見ただけではわからないよっていう話をしたいと思います。で、これ日本 の白馬の、あるバックカントリーの場所なんですけど、これを見てですね、雪の状態ってこれわかんないですよね。スキーやられる方だと、その雪っていうのは硬いこうパックされた雪とかですね、あと新雪とか、もっと深い新雪もディープスノーディープパウダーって我々呼んでるんですけど、非常に深い新雪とかいろいろあるんですけれども、実は見ただけでは分かんないな。どうやったら分かるかっていうと、ある意味答えは簡単で、滑ればいいですよね。滑ってみると、どういう状態か分かると。で、例えばこの右側がこのその時の写真ですけど、ほとんどこれスキーが見えてるぐらいの、非常にパックされた雪ですね、硬い雪というかほとんど埋まらない雪ですね。で、もうちょっとこう、新雪があるとですね、これ新雪でパウダーで舞うぐらいですね。で、これもっと深くなるとどうなるかっていうと、この今下の絵なんですけど、大体もう写真で見るとですね、お腹ぐらいまで埋まってるんですよね。ですから、こうやって人間が、一旦滑り込んでしまえば、どういう状態かが分かるということでですね、そのさっきの電磁パルスっていうのも、同じで、電磁パルスを入れてですね、プラズマに、何かこう刺激を与えると、どういう状態かっていうのが分かるという、ことです。それで、実際の実験はどういうことをやったかというとですね、この電磁パルスをプラズマの中のその、磁気島っていうこれちょっと特殊な場所なんですけれども、特殊な場所にこう打ち込んでます。で、この特殊な場所っていうのは温度勾配っていうのがなくてですね、もともとプラズマが全然乱れてないそういった場所なんですけれども、でこれ模型で示すとですね、今度は三日月型をしてます。この三日月型がちょっとこうねじれた三日月型になってるんですけども、そういったその、我々磁気島っていうような言い方をしてるんですけれども、その中に、熱のパルスですね、さっきの電磁波のパルスっていうものを打ち込んで、どうなるかを研究したと。で、例えばこの電磁波を打ち込んで、これ今これ緑っていうかですね、この電磁波がこう熱パルスが伝わっていく様子なんですけれども、例えばこういった今の磁気島っていうのがなければですね、中心からこう外側へずっとこう同心円状ですよね、ちょうど池にポンと石入れたらそれが同心円状に波が広がってきますけれども、そういった形できれいにこう外へ広がっていく。で、ところがですね、先ほど言った赤いピンクで示したような磁気島っていうのがあると、どういうふうになるかっていうと、これちょっとよく見ていただくと、
こうずっとこう外側まで広がるところは一緒なんですけど、この部分ですね、こう外側から広がって、この三日月の外から内側にこう入り込んでくるような、そういったこう面白い現象が見られます。でそれをもうちょっと拡大してみるとですね、こんな感じですね。これ今三日月のところを拡大してるんですが、パルスがこう来て、ここから来るとですね、先にこう外へこう回り込んでるんですよね。一旦回り込んで両側から、押し寄せるという形で、裏側に回り込んだやつが、来るということで両側から来ます。で、こういった現象っていうのは先ほどの磁気島っていうところでは必ず見られるんですけれども、このこう染み込み方ですよね、この中の染み込み方が突然変わると、今これ結構染み込んでる状態ですね、中まで。でところがですね、プラズマが突然この染み込みがなくなっちゃってですね、もうすぐ変わりますけれども、これ染み込みが今度止まっちゃうんですよね。そうするとここにはほとんどパルスが来ないという状態になる。でこういった遷移現象っていうのも見られて、これもまあ非常に面白い現象の一つではあるんですが、これはまあどうしてこういうことが起こるかっていうとですね、その先ほどから話しているプラズマにできる渦、そういったものが非常に関係してきます。で、まあ、その渦のことを我々はまあ乱流というふうに呼んでるんですけれども、その乱流がどういうふうに変わるかっていうことで、非常に大きな変化が見られます。でどれぐらい急に変わるかっていうとですね、ここで示してますように、これ、ミリ秒ですから1000分の1ミリ、1000分の1ミリとか秒ぐらいで、こう状態が変わってしまう、ある意味一瞬で変わってしまうという、こういったことが見られている。で、この、現象がどういうふうにその先ほどのこう渦というのと関係しているかっていうとですね、こう外側から熱パルスっていうのを入れてますので、その熱パルスの様子をこれ今青で書いてます。それからこうプラズマの中にできる渦っていうのをこう赤でちょっと示してるんですが、実際に測ってみますとですね、こうやってもう少しすると、パルスが来ますけれども、パルスが来て、よく見るとですね、真ん中あたりなんかパルスよりも先にこう渦だけが来ちゃってるんですよね。赤の部分が渦ですけれども、もう一回ちょっと見てみますと、この外側はですね、パルスのと渦が一緒に来るんですけれども、内側へ来るとこう先に、渦だけが来て、パルスが後を追いかけるという、こういった現象が初めて観測できた、というのがアメリカでやった実験になります。このようにですね、この、渦っていうものがプラズマの中にプラズマの今度磁気島っていうところに入ってくるか入ってこないかで、先ほどのような遷移現象が見られている。で、次にですね、突発現象の方をお話します。で突発現象って何かっていうとですね、よく言ういつ起こっても不思議ではない、地震とかですね、そういった時に必ず出てくるフレーズですね、地震とか噴火の時にいつ起こってもおかしくないけどいつ起こるか分かりませんよと。で実はそういうものっていうのは非常に世の中にいっぱいあってですね、集中豪雨もそうですね、大体今日は起こるかもしれませんよって言うんだけれども、じゃあどこでいつ起こるのって誰も教えてくれないっていうか、最近はレーダーがありますので、レーダーで教えてくれてるっていうか、あれは現在の状況を報告してるようなもんですけれども、非常にいつ起こるかが難しい。オーロラもですね、北極圏に行くといつもこういった綺麗なオーロラが見れるわけじゃなくて、今日はラッキーだったですねと言って綺麗なオーロラが出る時もあれば、あんまり出ない時もあると、火山噴火、それから太陽のフレアとか、そういうのも突発現象で、プラズマの中でもやはりそういった突発現象っていうのは起こってます。で突発現象の謎っていうのはですね、なぜ起こるかじゃなくて、なぜ起こらないかっていう、そっちの方が実は謎です。それについてはちょっとお話したいと思います。それでですね、突発現象の一つの特徴なんですけれども、前兆現象っていうのがほとんどないと。これは有名なタコマローズの橋っていうやつで、
なんかこれなかなか面白い絵なんでちょっと今日お見せしてるんですが、こうやって揺れてるんですよね。これも共振というんで風でですね、風でその橋がこんなに揺れてる、まあそういうフィルムなんですけれども、いやこれは一つ非常に面白いのはですね、こう車がいるんですよね。もうちょっと 見ますとですね、これ人が歩いてたりするんですが、ちょっとこうこんだけ揺れてるところにが人が歩いてるっていうのはなんか信じられないような世界なんですけれども、これ人が歩いてるのがもうちょっと先かな、見えます。で、これはですね、ここで真ん中に人が歩いてるのがちょっと見えると思いますけれども、非常にこう橋が揺れてる、まあ、こういうの共振現象とかですね、前駆現象、前に起こるということで、この橋が壊れる前に、まあ、こんだけ揺れてるんだ、で誰が見ても、まあ、これやばいんじゃないかなと思うんですけど、なかなか時代が時代なんでしょうかね、平気でこう皆さんこう歩いて、今だったらすぐにこの橋閉鎖になるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、歩いてる人が見えます。で、もうちょっと、もうすぐこの橋落ちますけれども、ここで落ちてきましたね。でこれはですね、いわゆる、突発現象というじゃなくてですね、で前駆現象、前触れですね、一言で言うと前触れのあるものになります。で突発現象の特色っていうのは何かっていうとですね、一言で言うと前触れがないっていうのが特徴ですね。先ほど見せたこのタコマローズの橋は結構もういつ壊れるんやっていう感じで動いてましたけれども、例えば地震による崩壊ってほとんど前触れないですよね。まあ、地震速報で、教えてはくれますけれども、別にあれは、まあ、P 波検出してきてるだけなんで、ほとんど前触れがないということで、その前兆現象がないというのが一つの特徴になります。で実はプラズマで起こっているのをちょっとお見せしますけれども、これプラズマの変形なんですが、ずっとこう変形が揺れてますよね、こういうふうな感じで。でもうすぐですが、ですね、今ちょっともう、突発現象のところ過ぎちゃいましたけれども、突発現象はですね、この瞬間ですね、今ちょっとこの右側が膨らみましたけれども、こういうのが一瞬こうポンと膨らんでこうプラズマが吐き出されちゃうという、そういった現象が起こります。で、これはですね、先ほど言ったようにここら辺全然その前兆現象がないんですよね。前兆現象がなく、いきなりこうここ今プラズマの右側膨れましたけれども、プクッとこう膨れてしまう、こういった現象があります。で、まあ、これはですね、大体どれぐらいで起こってるかっていうと1万分の5秒ぐらいですね。ですから非常にまあ短い間に今のこうプクッていうのが出てきてプラズマが飛び出していくと。で、こういったものがですね、実は、プラズマの一部で、だけが飛び出すっていうのは、まあ、突発現象の特徴なんですけれども、実はその狭い領域で一瞬だけ起こるっていうのが、まあ、突発現象の特徴なんですけど、ある意味集中豪雨もそんな突発現象の特徴を持っています。これ例えば普通の雨ですと、これ多治見の近くなんですけども、こんな雨の領域がこんだけあって、これ2時間経ってもほとんど同じなんですよね。いわゆる2時間ぐらい雨が降り続けてるっていう状態ですね。ところが集中豪雨っていうのはわずか30分でですね、全然雨が降ってなかったのにいきなり降り出すと。でいきなり降り出すんだけれども、その降ってるところって狭いんですよね。で狭いところでかつ短時間だけ雨が降るっていう、まさにですね、その突発現象の特徴を示しています。ですからプラズマの先ほどの変形もですね、ある短い時間にあるほんの一部だけが大きな変形をもたらすと。でその突発現象の特徴は何かっていうとですね、
実はその、これは獅子おどしの例なんですけれども、獅子おどしがなんで音を立てるかっていうと、ここにこう水入れてますので、水の重みでコツンとこう獅子おどしが頭をこう下げるので音が出るんですよね。 ですからもともとこれなんで音が出るのっていうと、これ水入れてるからですよね。だからまあそれが原因みたいなもんで、で水を入れてるとこうずっと水が溜まってくるとポンとこう音が出る。で自然現象でこれで似たものがですね、実は間欠泉ですね。間欠泉っていうのは間欠泉によって、周期が決まってるんですけれども、突然吹き出してまたしばらく出すとおとなしくなって、またある一定の時間が来たら吹き出すと。で実はその間欠泉とこの火山噴火っていうのは、似て非なるものというかですね、こっちの火山の方は全然予想がつかない。で予想がつかないっていうのはどういうイメージかっていうとですね、例えばこの獅子おどしの、このここら辺に横穴をちょっと開けちゃうんですよね。横穴開けるとですね、ここから水が漏れてくるんで、実は獅子おどしって傾かないんですよ。だけど微妙なところに横穴をつけるとですね、傾かないんだけど、誰かちょっと揺らすとこう音が出るということで、実はそのここに横穴を開けるっていうのは何かっていうと、獅子おどしが音が出ないように細工するっていうことですね。だからそういうのを、まあ、いわゆるあの抑制因子というような言い方をするんですけれども、プラズマの中にもやはり、抑制因子っていうのがあって、こうずっともうすぐもうすぐこう効きそうなんだけれども、途中でこう抑えてしまうと。でこの抑制因子を解明するのが、まあ、突然、突発現象の理解に、非常に重要であると。ですから実は火山はですね、なぜ噴火するのって言うんだけど、実はあのマグマが溜まってて、いつ噴火してもいいような、だからそれを目指してですね、いつ起こっても不思議じゃないという言い方をするんですけれども、ところがやっぱりそれを抑えるっていう因子があって、でその因子が外れた時にボンと吹き出すということです。でまあ、もうちょっと逆に分かりやすい他の例でお話したいんですが、よくがんの原因は何だっていうようなことをよく言われて、そういった研究も進んでますけれども、実はですね、がんもなぜ、がんになるかっていう、原因ですね、原因は今のところ、まあ、山ほど分かってるというか、これも原因だ、これも原因だ、あれも原因だっていうことは分かってるんですが、問題はその抑制因子の方ですね。でまあ、抑制因子は、俗にはアポトーシスと呼ばれるやつで、これはウィキペディアから取ったものですけれども、細胞の生物では、まあ、がん化した細胞はのほとんどはアポトーシスによって除かれていると。だから、まあ、この場合のがん化っていうのは目に見えるようながんじゃなくて、もっと細胞レベルなんですけれども、そういった傷ついた細胞っていうのはいっぱいできるんだけれども、アポトーシスっていうことでほとんど取り除かれていると。だからまあ実はこういった意味でがんの卵みたいなものはいっぱいできるんだけど、実際にはならないと。で最近ですね、そういう研究も進みまして、ゾウはなぜがんになりにくいのかって聞かれた方もいるかもしれないですけど、ゾウってのは非常にもう、体重があって寿命も長いんですね。もっとがんになるはずなんだけど、その実はあまりならないと。人間よりも細胞の数多いですから、なりそうなもんなんだけどならない。でなぜかっていうとですね、そのがん化したっていうか、その破損した細胞ですね、それをまあ殺す、P53 遺伝子って呼ばれてるらしいんですが、まあ、実はそういうのがいっぱいあると。でそういうのがあるからなかなかがんにならないんだっていうことで、実はそのがんはですね、なぜがん化するかというよりも、なぜそれが取り除かれなかったのかっていうのが、最近、結構、話題となっています。ですから、それはまさに抑制因子が何で、なぜ抑制因子が効かなくなっちゃったのかっていうのが、重要であるというふうな考え方です。それでですね、まあ、最初の話のなぜという謎といつっていう謎なんですけども、なぜっていう謎はですね、必要条件、いわゆる物事が成立するのに必要な因子、まあ、例えば獅子おどしの場合ですと水を入れてるっていうのがその要因ですね。だからそれを、まあ明らかにすることで、例えばその心筋梗塞なんかだと、いやそれは高血圧とかストレスが原因ですねっていうんですけど、それは、まあ、あくまで要因ですよね。だけれども、高血圧の人がすぐに心筋梗塞になるわけじゃなくて、普通は
ならないですよね。何かきっかけがあったときに心筋梗塞を起こしちゃうんですけども、そういうのをトリガーとか誘因って呼びます。これはある作用を起こすため の、 あの原因ですね。で、このトリガーっていうのが分かると初めていつ起こるかが分かるんですね。で、先ほどの獅子落としだと誰かがちょっとこう触るとかですね、それがまあ誘因になりますし、まあ、心筋梗塞だったら例えばあの寒い浴室に入ったら倒れちゃったっていうのはよくありますけど、あれは温度変化ですよね。温度変化が、まあ誘因になってるんですよね。だからなぜって言った時に、まあ、この要因が何かっていうのと誘因つまりトリガーが何かっていうのはあの2つの、まあ、謎があるわけです。それでまああの自然現象とかですね、突発現象っていうのはまあ自然界の、謎で、まあ、なぜ起こるかっていう、まあ、これに関してはですね、人類結構、いろんな研究が進んでですね、まあ、完全じゃないですけど、まあ、分かってきた部分が多いと、まあ、例えばその集中豪雨に関して言うとですね、いやこれはあの前線に湿った空気が流れ込みますから、ご注意くださいというふうなことをよくあの、テレビなんかでも言ってますけど、まさにその通りで、湿った空気が流れ込むから起こるんですよね。で、地震は、まあ、あのプレートが歪むからですよ、プレートの動きでできるんですよ、ああそうですかねっていうことで分かるんですが、まあ、そういうのが分かってからもう長く経つんですけれども、なかなかいつっていうのは分からないですね。で、そのいつっていうのは分からないっていうのはですね、その誘因がなかなか分からない。例えばいつどこで起こるかが分からない。で、まあ、地震でも豪雨でもそうですよね。いつ分かる起こるかっていうのがまあ分からない。でそれはですね、まあ、今日のお話の中で言うと、そのなぜ、誘因要因ですね、それの謎はまあかなり解明されたんだけれども、いつつまりいつっていうのは、いつ起こってもおかしくないんだけれども、それを抑制しているものはなぜか、でその抑制がなぜなくなっちゃうのかっていう、まあ、それを誘因の謎って呼んでるんですけども、それがまあなかなかわからないということです。で、まあまあ、ちょっと宗教的な、フレーズなんですけども、人生はですね、いつどこで何かが起こるかわからない、宗教的っていうのはですね、この後にフレーズがあって、神のみぞ知るっていうフレーズがあるんですよね。だから人間は自分の人生についてはですね、まあ、神のみぞ知るっていうふうなことで、いつ何が起こるかわからないというふうに、まあ、ある意味諦めてるというか、まあ、気にしてたらちょっともう生きていけませんので、そういうふうに考えてるんですが、実は自然現象についてはですね、いつどこで何が起こるかを知りたいというふうなのがあります。まあ、これは私は人類の夢と呼んでるんですけれども、例えばまあ地震にしても原因が分かってるだけではやっぱり、実際いつ起こるかを知らなきゃっていうことでですね、やはりいつどこで起こるかを知りたいっていうのが、まあ、人類の、夢になっているということで、我々研究プラズマの研究をやっている、研究者もですね、まあ、この人類の夢いつ起こるかっていうのを知りたいということを、まあ、研究しているということで、今日 の、 謎、ですね、なぜの謎からいつの謎っていう、話を、終えたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。先生ありがとうございました。ではここで質問コーナーに入らせていただきます。ご質問ご感想などありましたら、チャット欄にご記入をお願いします。宇宙物理の研究されている加古教授からの質問で、ちょっと直接講演とは関係ないかもしれないですけども、宇宙最初期ではバリオン光子流体という現象があるか、バリオン光子流体はプラズマ流体でないかという直接。ちょっと宇宙の方はあまりよくご存じ上げてないので、今の質問はちょっとごめんなさい。また勉強しておきます。トカマクがヘリカル型とトカマク型ではプラズマ流体の形状はどのようになりますかという質問が。プラズマ型とヘリカル型の違いはですね、最初にねじれた形っていうのをお見せしましたけれども、
ねじれた型、あ、これがトカマク型ですね。要するにドーナツ型をしてます。で、ヘリカル型っていうのはこのような形をしてるんで、まあ普通のドーナツとツイストドーナツですね、それとの違い、それが大体形状の違いになります。ありがとうございます。あともう一つ、核融合発電がヘリカル型とトカマク型ではどちらが見ていますか？核融合発電にはその特徴があってですね、その、一言で言うと得意不得意があるっていうことですね。例えばトカマクですと、その小さい装置で、比較的ですけど、比較的小さい装置で実現できるけれども、ヘリカルだと大きくなってしまう。でそれに対してですね、プラズマをこう先ほどのような安定につけるという、まあ、突発現象とか遷移現象っていうのはちょっとご紹介しましたけれども、ヘリカルで見られてるんですけど、まだヘリカル少ない方でですね、タコマクになるともっとこう突発現象なんかが大きくなるんで、で核融合としてはですね、まあ、そういった突発現象、遷移現象っていうのは起こらない方が、やりやすいと、いうこともありますので、そういった意味では、ヘリカルの方が比較的、安定にプラズマをつけれるということで、まあどちらが向いてるかは その得意不得意の部分をですね、どういうふうに判断するかによって変わってきますが、で、まあ、一言で言えばトカマクの方が、まあ比較的小さくできるというのに対して、ヘリカルの方は、安定につけるのに向いていると、安定にプラズマを維持するのが得意であるというところに差があるということです。ありがとうございます。その他の方からの質問は、トール永井さんからご質問で、ご研究がプラズマを安定に長時間閉じ込めることにつながるかと存じますが、誘因の解明から要因の排除につなげるとの考え方でしょうか？ですね、要因っていうのは必ず存在するんで、その要因を取り除くことはなかなか難しい。例えば突然現象が起こるのがプラズマの温度が上がってきたっていうことであれば、温度下げれば要因を取り除けるんですけれども、高い温度を作りたいわけのプラズマを作りたいんで、要因は実はなかなか取り除けなくって、その代わりですね、誘因を取り除くっていうのは、そのここでお話しましたように、いつ起こってもおかしくない、つまり、けれども起こらないという抑制しているものがあるんですね。そういった抑制しているものがなぜかっていうのを研究して、その抑制しているものが維持できるようにすると、抑制するしているものが消えちゃうともうそこで終わっちゃうもんですから、ですから要因を取り除くんではなくて、抑制因子がなくならない工夫をすると、ですから、まあがんで言えばまさに象の研究が抑制因子を研究して、なんとかがんの治療に結びつかないかっていうのを研究しているのと同じで、がんもやはりその要因を取り除くっていうのが非常に難しいので、まあ、抑制因子を増やせることができればがんを減らせる。同じようにプラズマも抑制因子っていうものをコントロールすることができれば、突然突発現象を防げるというふうに、そういうふうに考えています。ありがとうございます。コメントとして、抑制因子の強化が大切なのですね。ありがとうございました。それでは、本のぐらいで質問は終わりのようですので、これでお願いします。